会となります。終了時間はですね、5時20分を目標としております。で、こちらの会場はですね、コーディネーターを仙台国際空港株式会社取締役航空営業部長岡崎様にお願いしたいと思っております。テーマは語り部を世界でということで、お話の方を進めていただきたいと思います。では岡崎様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、岡崎でございます。第3回東北被災地語り部フォーラム分科会3、語り部を世界へということでございますが、実はこのテーマはですね、過去2回のフォーラムでも議論をされてきたものです。ですので、議論積み重ねがあります。ただ初めて今日参加されている方もいらっしゃると思いますので、昨年の議論のまとめ、そしてその結論をご紹介して、そしてその後の動きとか見えてきた課題、人数も全体会と違って、少しこじんまりとしてますので、フロアの方たちともぜひ議論したいというふうに考えています。で、今日は、3人の方をパネリストとしてお迎えをいたしました。まず皆様から見て右手、私の左手ですが、僕はいつも翔吾先生というんですが、元宮城県立志津川高校の校長先生でいらっしゃいます。山内翔吾先生でいらっしゃいます。おはようございます。先生は志津川高校が最後の教職だったんですが、もう20年近く気仙沼高校で教鞭を取られた先生で、退職後はですね、この語り部を世界に広めるための語り部ワールドネットワークの事務局長、それから南三陸ジュニアアカデミー、地域の子どもたちに英語を通じた情操教育を主催されていらっしゃる先生であります。余談ですが先生、このホテルで結婚式を挙げられた先ほど教えていただきました。第1号だったんですよね。それから、中央府さんで、東北大学の災害科学国際研究所で、情報管理社会連携部門災害アーカイブ研究分野を専攻されていらっしゃいますゲルスタ・ユリア先生いらっしゃいます。先ほど川島先生、基調講演をさせていただきましたけれども、同じ災害ですよね、科学国際研究所で、ドイツの先生、ドイツから来られた先生であります。そして3人目のパネリストはですね、小宮隆二さんでいらっしゃいます。小宮さんはリクルートライフスタイルのご所属で、ジャランリサーチセンターで、東日本グループ東北チームということで、東北の観光、特に防災減災を通じた観光といったことをご専門にされていらっしゃいますが、今日も広島から先ほど使ったことですよね、そういう方でいらっしゃいます。それから最後になりますが、実はこの過去2回のこのフォーラムでのこの分科会は、東芝国際交流財団の白井理事がコーディネーターを務めていらっしゃいます。で、本日所要で、どうしても都合がつかないということで、私今日代わりにここに座らせていただいておりますが、仙台空港を運営する仙台国際空港株式会社の岡崎と申します。皆様のお手元に 3.11 伝承ロードというパンフレットありますけれども、ここにはまだ含まれていないんですが、つい先日仙台空港も震災伝承施設に登録をいたしました。東日本大震災の時には1700人の方が2階3階に避難をされまして、最長6日間、避難された方がいらっしゃいました。当時私はまだ、空港におりませんでしたけれども、当時の話をいろいろとお聞きするとですね、1700人の方の食料ですとか、特にトイレとかですね、そういったことに当時勤めていたに大変苦労したようなということを聞いておりますし、また1200人の方の命を救った
という面が強調され、まあ、今回震災伝承施設ということになったんですが、逃げられた方もいらっしゃって、残念ながらお亡くなりになった方もいらっしゃるというふうに聞いております。特に仙台空港に来た方、ちょうど滑走路の真ん中に地下のトンネルがありますね。あそこは大渋滞が発生をして、まあ、そこに津波が流れ込んだというような話もしております。仙台空港が民営化されて間もなく後年ということになるんですが、まあ、今回、東日本大震災10年ということで、震災10年メモリアルプロジェクトということを、スタートさせておりました。まあ、そんなこともあって今回、白井理事の代理ということでコーディネートさせていただきます。で、昨年の9日での議論なんですが、まあ、語り部を世界へということで、まあ、海外から東北を訪れる方々にですね、この東北の経験、それをまあいかに今防災減災につなげていくかということで、まあ、いろいろな議論がございました。その際には、まあ、語り部の形態ですとか、活動をどうやって連携していくかとか、あるいは、まあ、教育と観光ですね、まあ、これをどう結びつけるべきかとか、それから担い手としての、まあ、高齢化対策、まあ、こういったことを議論した上で、今年の3月11日までにですね、昨年登壇をされました山内先生を中心に、まあ、語り部 To the World International Center といったようなものを立ち上げて、準備活動に着手しておこうと。具体的には外国人が活用できる情報発信とか、具体的な体験プログラム、まあ、そういったものをパイロット事例として推進を図っていこうと。地元の若者、在留外国人などの協力を得てその体制を構築していこう。そしてその当面の責任者としてまさに山内先生がその担い手として手を挙げられたというふうに理解をしております。ただ皆さんもご存知のように、昨年からこの今回のシンポジウムフォーラムを迎えるまでの間に新型コロナウイルスの感染症の広がりということで、まあ、その辺のご苦労もあったのではないかなというふうに思いますが、まず皆様にですね、パネリストの方々それぞれから、まあ、簡単な自己紹介をしていただきまして、その後それぞれの皆、パネリストの方に、プレゼンをお願いしてございますので、順にご紹介をしていきたいと思います。では山本先生から自己紹介をお願いいたします。改めましてこんにちは。大変いろいろ大変な時期でありますけれども、こんなにたくさん、私としては予想以上のお客様を迎えすることができまして、本当にこのフォーラムの関心の高さというか、果たすべき役割がすごく強いのかなと思っています。私自身は実は南三陸町の入谷という山の手の方の生まれでありまして、出身も静岡高校です。ですから最後は母校で退職することができましたことは非常に嬉しかったんですが、その反面ですね、津波の後の爪痕が非常に大きかったために、私自身もなんとかいろいろここにおいでの方々も含めまして大変お世話になりながら、まあ、本日に至っております。退職してもいろいろなことを やらせていただいておりますけれども、まあ、あとはプレゼンの中でお話をさせていただきます。加速でありますけれども、本当に気仙沼高校19年、気仙沼西高校というね、今亡くなってしまいましたけれども、11年という、合わせて30年ほど気仙沼にお世話になっておりまして、あと見たところ、実は私の教え子の中に2人ほどいまして、ドキドキということですが、どうぞよろしくお願いします。はい、ではまずよろしくお願いします。続きまして、東北大学災害科学国際研究所のゲルスタ・ユリア先生、お願いいたします。皆さんこんにちは。多分去年もお会いできた方はいらっしゃると思いますが、まずはなぜここにドイツ人がいるのかという説明が必要になるのではないかということも聞きましたので、実は私の専攻は日本学と文化人類学だったんですけれども、それはドイツにあるベルリン自由大学で勉強しました。で、もともとはドキュメンタリー映画監督になりたかったんですけれども、まあ、その専門学校には入れなくて、じゃあとりあえず日本語をちょっと勉強しようと思って、
初留学途中に東京で東日本大震災に遭いました。で実はその時もあっちに座っているお父さんも一緒に行ったんですけれども、彼の初海外旅 で日本は世界で一番安全な国だから心配しないでと言ったんですけれども、で、ドイツは、日本と比べるとあまりなんか災害が少ない国で、地震も5年ごとに、震度1はニュースになるぐらいということで、津波もないということです。でなんか初めて普段はなんか映画かなんかテレビで見るぐらいなことが、なんか友達の家族も含まれていて、そういう世界に生きているわけと意識になって、でその映画監督のこともやめて日本語と、日本学を勉強を進めていきました。で、2013年は上智大学 の違うなんかオーラルヒストリーなんかビデオプロジェクトの参加ができて、そこからほぼ毎週末東北のいろんな地区に行って、被災経験被災の経験をした方々とのインタビューができて、でそれは後で博士論文にも使われるようになって、でそこからずっとなんか日本の復興と、災害歴史というか防災など のことについて興味を持ち続けてきました。なので、そういう関係で今災害アーカイブの方で勤めています。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではパネリスト最後にリクルートライフスタイルジャランリサーチセンターの小宮隆一さんをお願いいたします。はい、それでは皆さん、はじめまして、またこんにちは、よろしくお願いします。私リクルートジャランリサーチセンターとお名前になりますように、この三陸沿岸の、地元の会社というよりは東京に本社を置く会社でございます。で、ジャランという名が付いてますように観光産業に関して、いろいろと調査研究をしたりだとか振興を務めている、組織におりまして、ベースはやっぱり地域が元気になるために、何が必要か、産業の活性、その中でやっぱ裾野の広い産業ということで観光産業だと思っております。なので、観光を通じて、地域を活性していくということでこの東北、私は、約4年ほどですね担当させていただきます。で語り部に関しては年間でそうですね延べ50人以上の語り部さんの体験をさせていただいたりだとか、あとは、お客様をですねお連れして語り部を聞いていただいたりだとか、そういったところを行っています。で今日ちょうど先ほどご紹介いただいたんですが昨日からちょっと広島に行っていたんですが、誰と一緒に行ったかというと、まさに先ほどもありましたが富岡、そして双葉、双葉もやっぱ帰還困難区域ですから、双葉から避難をしている方たち、そして南相馬の方たちと一緒に75年先の復興の姿というところで、今それピースツーリズム、平和教育から平和を観光に変えていくという取り組みをやってまして、そこで、一緒にですね取り組みをどういうふうにしていたらいいのかっていうのを話をしていきたいというところでお連れをして、で今日朝広島からここに戻ってきたというところでございます。詳細については後ほどプレゼンテーションでご説明させていただければと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。ではこの分科会はこの3人の方々のプレゼンや問題提起、そしてフロアの皆さんからのご質問やご提案を中心に進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初に山内翔吾先生から、先ほども申し上げましたように昨年のこの分科会の場で次のアクションプログラムの担い手として手を挙げられたというお立場もございますので、この1年間の活動のご紹介やそこで学んだことや悩まれたことなどをご披露いただければと思います。山内先生よろしくお願いいたします。はい、ではよろしくお願いします。実は去年ちょっと時間的な感覚がずれてしまって話しすぎましたので、今日はぜひ皆様からもですね、いろいろお考えとかご意見等をぜひ賜りたいなというふうに思っています。で、私自身特にこの1年間、コロナという全てコロナのせいにするわけではないんですが、いろんなことをやってきたわけではなく、ずっと前年度までの延
ただきながら話を進めてまいりたいと思います。まず一つ私自身も含めてなんですが、ここは東北被災地語り部フォーラムということで、フォーラムという、カタカナ英語を使っています。で、全国被災地語り部、毎年各年で交代して行われているんですが、そちらの場合はシンポジアムということで、フォーラムとシンポジアムではどういうふうに違うかというと、簡単に言うとフォーラムというのは緩やかなつながりで、別に詳しく災害とか防災について、研究をされていなくても、どなたでも自由に参加できますよという感じですね。シンポジウムというのはもう少しそれよりは専門性が高いというふうに捉えられておいた方がいいかなと思います。ということで、東北の場合はフォーラムという言葉を使っているので、どうぞ皆さんもですね、私こんなことを言っていいのかしらみたいな変な遠慮なさらずに、思いの丈は十分話していただきたいというふうに思います。で、これは先ほど話をしたので、静岡高校時代どういうことをやったかということをちょっと触れますが、このバスですね、モアイバスと言います。モアイバスっていうのは生徒がお金を貯めて、町南三陸町にバスを引いて寄付したということで、名前にモアイバスというちょっと後ろの方にもね、モアイバスという見かけたこともあるかもしれませんが、総勢850万円ほど、これも全国世界の方々 の善意によるものですけども、1個150円のバッジを販売してですね、それが850万円ほど、大口の会社もあったっていうのはもうご想像の通りですけども、それでバスを買い上げた。で、これは実は皆さんご存じの通り、チリのピニエラ大統領ご夫妻がですね、あまりにも、モアイの国であるチリも含めまして、モアイをこのように町の活性化に生かしてくれて本当にありがたいことだということで、静岡高校にお礼に参ったところでありまして、これは日本はおろか世界中にこのニュースがビッグニュースとして、震災をということで、ね、配信されていました。で、そのちょっと戻りますけれども、これですね、モアイバスを買った時に私が母校の、校長ということで、なんて自分がいいんだろうというふうに思ったような次第ではあります。それからですね、今やっています南三陸ジュニアアカデミーというのは、言ってみれば、国際理解、国際感覚を子どもの頃から養うことはできないかということで、南三陸で月に3回、実施していったものですが、今年度はコロナのために実施する回数は不定期なんですけれども、今は南三陸の障害学習センターの中に場所を借りましてですね、活動しています。月に1回東京の方からのプレイスグローという NPO 法人がありまして、そちらの方々が、全てと言っていいほど外国の方、多国籍です。いろいろなヨーロッパ、ポーランドとかね、あんまり耳にしない国の方々が来るんですけど、皆さん英語は堪能ですし、あと国際的にもいろんなことをご存じなので、そういうことをお話をしながら子どもたちに楽しく学習させる。で、普段それ以外は英語の基礎的な会話とか勉強だと日本語の、これからは星の王子様の、ね、訳本ですけども、そういったものを勉強するという予定でいます。結構楽しいです。これはですね、英語のインテンシブコースということで、去年はダメでしたけれども、一昨年平成の森の合宿場をお借りして 1日1泊2日でやったという、とても好評でした。2泊3日にしてくれという子どもさんの要望があったくらいですね。それ以外はですね、右側の写真ですけれども、こちらは東京にあります西町インターナショナルハイスクールという、いわゆるインターナショナルスクールですね。そこの生徒さんたちが南三陸町を訪れた時にいろんなところを案内して回ったという、そういう写真でございます。ここの右側の写真はですね、農家さんの仕事場をお借りして、ニンニクの選別をしたいという、そういうことをやりながら交流を含めで、その左側はですね、静川中学校とそのインターナショナルスクールの交流の様子です。
間がないので次に行きます。でそのインターナショナルスクールでは実はそこの気仙沼にあります震災伝承館も案内されまして、そちらでこのような右側にあります、付箋だけでなくてですね、そこのスクールの子どもさんの手作りによる、パネルも発表されたということなので、でもそうしてるとスペース自体が限られていますので、残念ながらそのパネルは別なファイルに保存されているということになります。でこの写真はですね、私がやったわけではないんですけれども、これからの一つのテーマとして、どんどん震災遺構がなくなってしまっている、要するに震災を伝えるべきものが、語り部災害は復興という名のもとにっていう、さっきの川島先生のお話じゃないんですが、復興ということで、全てと言っていいほどどんどん姿を消していまして、まあ、気仙沼市でもね、もともとは船の陸に上がって大きな漁船であったりとかたくさんあったんですけれども、やっぱりそれは復興のためには良くないことだって、まあ、その話もよくわかりますが、そういうことで、この写真に写っています方は陸前高田の国子明さんという方で語り部をやっていらっしゃる方です。彼は今ボランティアに来られる大学生 の方々にこういう写真展のお手伝いをさせながら、そのプロセスを通して若者に震災のあり方、震災の時どういうことが起こった、それをどう克服すべきかということを今一生懸命取り組んでいるところです。でこちらはですね、右側左側ともに大体御年70歳ぐらいの南三陸町にお住まいの被災された方、あるいは被災を経験されたというそういう方々が東京にまたある別なインターナショナルスクールで、アメリカンスクールインジャパンという ASIJ という略語なんです。アメリカンスクールインジャパン、そこの生徒さんたちと当時の震災の時の様子とか、その後どういうふうにこれまで10年間を生活してきたか、あるいは震災の復興のためにどういうことが必要か、どういう心の向けでこれから生きていったらいいかみたいなことをね、復興の生徒さんたちがインタビューをしているわけで、これはもうコロナのためにリモートで、インタビューに応じているという、そういうお話です。時間がちょっとなくなってきましたが、こちらはですね、つい先日行われました、リモートによる言ってみれば語り部オンラインツアーという名前がついているんですけども、オンラインによって、世界各国 の皆さんに、一応タイムが切れてしまう、オンラインによって南三陸を旅行しようということで取り組んでみたものです。こちらは今からお話しする小宮さんとかのいろいろな、状況は詳しいと思うんですけどね、これから の語り部をどうやって語り部の活動を世界に発信していくかということでは一つの大きなヒントを与えてくれるんじゃないかなというふうに思っております。ちょっとだけ見てほしいところもございまして、ちょっと待ちくださいね。で先ほど来 お話があります、語り部 to the world というのはどういうことをやろうとしているかということで、実は今年1年コロナのためになかなか具体的な活動はできずじまいでしたけれども、ちょっと今は皆さんにも説明書をしたいと思います。これ規約日本語なんですが、実は円盤もあります。一応 to the world ですから、でも基本的に我々は日本語でお話をし、情報伝達を図るということで、皆さんも私英語できないからダメだという、ね、そういう考えを持たずに、どんどん興味のある方はおいでいただきたいと思います。で規約も完璧にできていまして、正式に発足しております。でスタッフの前に活動の、ちょっと小さい、大きい、ちょっとだけ大事なところでね、大きくしてみたいと思うんですが、氏名ということがありますね。全部読んでると時間が足りないので、これは後で皆さんからいろいろお話を伺いたいと思いますが、大きな活動の柱としては、一つは語り部ワールドネットワークということなので、
気仙沼あるいは福島大船渡とかを持つこの語り部のいいところをぜひ世界に発信しようということをこれからやろうとしているわけで、具体的にはあの 私が事務局長なので、あの私どもが今考えているのは、まず通訳ガイドを養成しようということです。で通訳ガイドさんを集めて、あの語り部さんがお話をしている日本をあの必要に応じて、できるだけ正確に、イモーショナルな部分も含めて、英語に訳す、そのトレーニングを何回かやる。あともう一つはこちらの方が大事なんですが、語り部を未来にということで、どうやって若者たちに語り部の文化あるいは語り部の役割を伝え、そしてそれを世界に発信していくか。実はですね、高校生はすごくやる気があります。ただ大人 の背中をちょっとあのなんて押し方がちょっと足りなかったり、紹介がちょっと足りなかったりというところもあるとは思うんですが、私の感触としてはすごくやる気のある高校生は、さっきのいつきくんじゃないんだよね、たつきくん、熊谷くんいましたよね、あのような高校生あの結構いらっしゃるんですよね。むしろ大人の方が打ち削っています。なのでそういう若者たちを一生懸命我々大人たちが支えながら一緒に活動していくと、あの未来に絶対つながっていくと思います。でその、日本の高校生と世界の高校生のネットワーク作りをやりたいなということが今私が考えているところです。以上で、1年間やってきたこととこれからどうあるべきかということは、あの皆さんの考えを考えながら、今日考えていきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あの昨年のフォーラムでの結論提言を踏まえて、まあ、まさにあのこちらにお住まいの大山先生が実践されてきたことをご紹介いただきました。で続いて、まあ、今後おそらく山尾先生の活動をさらにこう進化させていく上での、お話もいただけるのではないかと思って、小宮さんの方にあのお話をいただければというふうに思います。すみません。で改めましてよろしくお願いします。ウルトライフスタイルジャーナリストセンターの小宮と申します。ちょっと一番上のスライド、これまさについ昨日の絵なんですが、あのこれ広島のですね、広島電鉄の駅舎で、あの6号2号というですね、あのこの、オレンジの格好妙かな、あの後ろに映っている電車、被爆列車でございまして、あの、原爆投下の翌日から、知ったと言われている電車そのまま残っている、まあ、これを見てあの皆さんが、まあ、非常に、ね、あの感慨深い女性のアライさんはあの印象的で、ただ見ていただくとすごく笑顔で、やっぱり福島の未来、あの広島にはなれないかもしれないけども、やっぱり諦めちゃいけないんだよねっていう言葉をおっしゃっていた印象的なあの写真でした。あの、はい、改めまして、私あの震災当時何したかって少しだけ、あの実は前職航空会社におります。で、あの当時は東京にいたんですが、震災はあの働いている時に経験しましたので、まさにインフラの再現になりました。そしてモニターを押してみたらですね、仙台空港の図が、あの忘れられた岡崎さんから先ほど紹介して、私もモニターを押してあの見ていました。当時はあの旅客機が全部空を飛んでいたのでやられてませんが、あの滑走路を車が流れているのと、セスナ機が横に流されているんです。まあ、これが忘れられなかった。まあ、この震災をきっかけにいろいろ私の中でもありまして、翌年からですね、あのリクルートの方で働いていると。そして今は岩手宮城三陸沿岸部の、観光復興、観光振興並びに、語り部の、を、東京の価値をですね、しっかりとあの観光産業の中の一つとし
して、まあ、教育×観光という話もありますし、また違った、やっぱり価値もあるというところをですね、あの南三陸ホテル関陽さんとタッグをお待ちいただきながら、いろいろ取り組みさせていただいているところでございます。今年はナトリの閖上だったりとか、島の方ともいろいろ取り組みを。で、実は昨年のシンポジウムでですね、南三陸ホテル関陽の松崎さんと一緒に講談をさせていただいたときに言った、ポイントが4つありまして、県境を越えた三陸沿岸地域の広域連携が、語りの世界を実現する上で必要であると。そして、語り部と震災伝承施設、地域の魅力による観光価値の創出、そして、語り部の思いを紡げる、これは山内先生のお話につながりますが、通訳人材の発掘です。そして、参加者、これは語り部を聞きたい方のニーズ、そして、語り部が伝えたいことをマッチングさせていくこと、これが大事だと。ちょっとこの言葉ですね、すごく違和感がある方もいると思いますし、私も違和感感じながら言っています。ただ外から見た時に、多くの方が語り部を聞く機会を創出すること、そして、世界の防災意識が高まっていく上で非常にこういう取り組みが大事なんじゃないかということで、あえて客観的なことを使っていきます。で、これを語り部を世界さらに加速をさせていきましょうと、ちょうど1年前ですね、話をしたのを覚えています。ここから1年、非常に苦しい1年間でしたが、いろいろとですね、進めておりまして、まさに、本プログラムの方でもありましたけれども、 3.11 伝承ロード、推進機構、そして、復興庁、そしては我々 JALA リサーチセンターでタッグを組みまして、この1年間、語り部オンザ 3.11 伝承ロード、そのままですね、 3.11 伝承ロードというネットワークの中には語り部さんがいるんですと、震災伝承施設だけではないんだというプロジェクトを進めています。改めて本当に恐縮ですけれども、三陸沿岸地域の独自性ということで、やっぱりこの語り部さんがいらっしゃる、そして震災伝承施設が200以上あると、青森、200というのは三陸沿岸だけではないです。防災、命の大切